いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はボールの持ち方のお話です。まず親指に指を入れるんですけども、付け根までしっかり入れるようにしてください。親指の抜けが良くなると思って中途半端に付け根を入れられている方がいらっしゃいます。中途半端に入れてしまうと、横から見た時にボールのここに手のひらとボールに隙間ができてしまいます。これをしっかり入れてあげることでボールと手のひらがくっつきます。これでボールにパワーが伝えられます。でしっかり入れていただいてもいただいたら、親指の抜けが良くなって回転数も上がりますので、しっかりと入れるようにしてあげてください。しっかりと入れてあげても、ボールを離した時にボール、親指が下を向いた時にしっかりとボールは抜けますので、しっかりと、奥まで入れるようにしてあげてください。でこの時に親指がしっかりと入らない方は、ここの部分をドリラーさんに削ってもらうなり、親指のサイズを合ってない場合もあると思うので、ドリラーさんと相談して開け直すなりご相談してください。続いて2つ目です。2つ目は、入れた時に手を握ってしまっている方が、わしづかみのように握ってしまっている方が多くいらっしゃいます。で手を伸ばしてあげた状態でボールに入れてください。わしづかみにしてしまうと、スイングした時にスイングの妨げになってしまいます。妨げになってしまうと力が入ってしまって、うまくスムーズにスイングできない状態になってしまうので、手を伸ばしてあげた状態で力を入れずにそのままスイングしてあげるようにしてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。